いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルジャガー F-Pace 20D プレステージを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石、フロント、ボンネット、右ミラー、右フロントドア複数箇所、右リアドア複数箇所、左リアドア複数箇所、リアバンパー複数箇所に線傷、すべてのドアエッジ、右リアフェンダー、左フロントドア、トランクパネルドアエッジに傷がございます。また左フロントドアにへこみ傷がございます。走行距離に関しましては約3万キロ走ってるお車です。外装色はクォーツァイトメタリック、インテリアはラテグレインレザーが採用されております。ジャガー初の SUV 車両として高い人気を誇る F-Pace でございます。こちらのお車は上級グレードのプレステージということで、数多くの専用装備が施されており、ベースモデルよりも快適に仕上がった1台となっております。またディーゼルモデルということで、高い燃費性能にも期待の持てる1台です。ヘッドライトにはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは2リッター直列4気筒のディーゼルターボエンジンが搭載されており、最高出力は180馬力でございます。また足元に関しましては純正19インチブラックペイントのアルミホイールが装備されております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましては LED が採用されており、デザイン性に優れた1台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース、広々とした空間が確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはラテグレインレザーが採用されております。運転席助手席、若干の使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のタッチスクリーン式ナビゲーションが採用されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラとサイドカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードも用意されており、路面状況に応じて適切な走行モードを選びいただくことができます。フロント両席にはシートヒーターも装備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても若干ではございますが使用感がございます。また広さに関しましては十分なスペースが設けられた1台です。こちらのお車にはメリディアン製のスピーカーが装備されており、
ワンランク上の上質な音楽をお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2016年モデルジャガー F ペース 20D プレステージを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約3万キロを走ってるお車です。数多くの快適装備、 SUV 車両の実用性が魅力的な F ペース 20D プレステージでございます。こちらのお車に関しましては180馬力を発揮するディーゼルターボエンジンによりトルクフルな走りをお楽しみいただけます。またプレステージ専用装備に加え、純正のタッチスクリーン式ナビゲーションやシートヒーターなど数多くの快適装備が施されております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。